加藤さん発表の日でございます。はい、滑舌の悪いマッチョ、滑舌の悪いマッチョがずっと話しかけてきて出張ステップ5、合否紹介、はい、総合文化政策ですね。はい、心理、心理です。コミュニティ人間、頑張りたかったけど、はい、始まりました、むちすチャンネルです。さあ、かずこさん発表の日でございます。はい、青学の立教、はい、え、立教も出てるのも、立教昨日、あ、もう出てるんですね。はい、では見ていきますが、さあ、今もうね、スポカ帰りですから、はい、大変だったですね、はい、早稲田スポカの帰り、変な人変な滑舌の悪いマッチョ、滑舌の悪いマッチョが高田のババまでの20分間話しかけてきて逃げ、なんかずっと話しかけてきた。もうそれもう警察に行けばよかったか、確かに、はい、変な人が、変な人もうね、だからこれね言ってるんですけどね、そういう人がいるからっていう話はしてたんですけど、聞いてない、聞いてなかった。やったけど、あれ生配信の時だっけな、言ったはずなんですけどね、受験はそういうのがあるから気をつけなきゃいけないよっていうのは、え、別にそれ和子って分かってなくて言ってきたってこと、多分なんか通りかかっていいと思って、うん、どの子のどの子のってずっと喋ってて、早歩きで歩いてて人とかも間に入ってるのに越えてくるからわけわかんない、もう本当に受験はそういうのがあるからでは見ていきますか、ちょっと立教待って、ね、Wi-Fi、 Wi-Fi、 あ、 Wi-Fi、 どんだけ座高、どんだけ座高低くなってんだみたいな。立教大学は、どういうシステムでしたっけ、わかんない、これどこ、もう、浮かろう、浮かろうじゃなくて、浮かろうじゃなくて、急いで、ほら、もう、え、マジでわかんない、横山が遅刻してきたせいで、もう編集の時間大変なんだから、え、何が、いる必要あるの、いる必要あるシステムガイダンス、絶対違う、この、みんな、毎年この、このくだりあるよね、絶対、みんな、全部浮かろうでお願いします、なんで合格発表ってこんな見にするんだろうね、各大学と、わけわかんないんだけど、どこ、毎年の恒例行事になっちゃう、マジでわからない、あ、マイページに行けばいいんだ、マイページじゃん、マイページにログインし、ステップ5、ログインしてます、合否紹介より確認してください、はい、あったあったあった、はい、ステップ5、合否紹介、はい、合格知ってた知ってたできる、はい、あー、何回もやるってことなんだよね、そうだ、立教ってなんかぴったりしか取る、あー、はいはいはい、ということで、じゃあここスクショしてください、悲しいスクショ、はい、もうちょっと悲しみ知ってたじゃなくて知ったと思ったもん、あのあれでしょ、数学で、だいぶ、だってあの数列簡単だった、別に、なるほど、もう本番終わって解いてみたら、うん、結構解けるものだったという、あのコメントもあんまなかったですね、あの解き方に関してね、答え教えてくださいって言ってもあんま来なかった、数学受験が少ないですか、うん、あ、いやだから問題見せたからさ、あ、そう、動画にだから解いてくれればいいんですけど、あんま来なかったですね、こうです、え、まとめてみていいですか、1個ずつ見なきゃダメですか、何よ、青学うからまとめてみれる、1個ずつです1個ずつはい、どこどこ、総合文化政策ですね、はい、青学のパート1回も取ってないからね、不合格え予想通り不合格、あらららら、多分ね、差が出ない小論文だったかな、どういう感じの、なんか戦争、あー戦争、だから多分出してくる例示もみんな一緒、だいたい被るし、から協定の順番通りになったかな、協定がそれが何と何に使われて、英数だから75%だから英数のやつか、そう、数の方が下に出てたもんね、うん、はい、ということでございました、ということでした、コミュニティ人間、コミュニティ人間、あ、なんかもう、なんか出てるんだけど、はい、ここ出てるけど押すの、あ、出てるけど押すのってはい、はい、じゃあ見せてあげてください、はい、ということで、ちょっともうちょっと驚いた顔にしてくんないサムネに使えないんですけど、わあちょっともっとこうやってやってで、驚いた顔で全然驚いてない、そう、こう、え、これが小論文だけで、小論文かけたってことですか、書き切ってないのに受かった、コミュニティ人間、書き切ってない、なんか時間あると思って最後の文をちょっともっと言い回しにしようってしたら時間なくなるけど、多分英語で小論と協定の、英語と、ここは英国、英国ですね、
ほらね、コメント欄でそんな協定できないのにこんなの受かりにくいのを受けるなとかって書いてきてました。でもその指摘は多分間違ってなくて、うん、受かりやすいところで言ったら多分坂上くんが受けてる教育とフランス文学が正解。でもあなたのやりたいことじゃないから、あなたのやりたいことじゃないけど、多分足切りだけで6割とかのとこもあるから、多分違う違う、だからね、まずその受かればいいってもんじゃないからね。カズコはやりたいことで選んでるのに、多分その確率論って確率論でしょ。その確率論じゃないから、あなたの受験は、あなたの人生確率論で言わないでください。だって俺だってそんなやりたくないとこなんか一個も受けなかったし。やりたくない何する、フランスについて何すればいいの。浪人したのに受けるわけないし、そんなの浪人してまでなんかやりたくないことを受けようとは全く思わなかったからね。さあ心理、心理です。え、じゃあちょっと待って、はい、じゃあコミュニティ人間、人間と心理だったらどっち、じゃあ両方勝ったらどっちに行きたい。心理。あ、心理なんだ、なるほど。まあ確かにコミュニティ人間ってなんだかよくわかんないけど、はい、じゃあ心理の結果、はい、どうぞ。ちょっと顔も映ってないから、もっとあー驚きの顔でちょっとわあ、見て映ってないから顔、はい、ということで受かりました。受かりました。おお、こっちは、はい、その協定の点的に厳しかったから、うんうんうん、小論文が良かった。小論文が良かったと、うん、小論文は何のやつですか。なんかぬるいクイズ、ぬるいクイズが言い方だよ。これじゃない、クロックだから、読んで字のごとくクイズみたいな。A さんと B、じゃんけん来たじゃん。9書いた、9書いてない。9に釣りが、答えなんか6人でじゃんけんして勝ちと負けが分かりました、うん、私は負けました。でその時の出た手の数が君の弟と同じ年齢だよ、の年齢と同じ数だよって言って、うん、でもそれでも分かんないって言って、うん、でも C さんも負けたって言ったら分かるから、負けが2人の時に答えが1つに決まるものだから、こう数学的な感じなものが入ってたことで小論文だったけど、うん、意外と白紙の人が多かったからでしょうね。これは多分あなた数学で良かったね。そうなの。だからちょっと見てみて、数学オリンピックって書いてある。数学オリンピックって何わかんないけど、でもだからなんかそう書けない人がいたから、うん、多分いけた。何にも書けないと思うよ。分かってない人がいたんだって回収の時にも。でこっちは図の読み取り、あ、図の読み取りがあったわけですね。いや、これはラッキーだったね、よかった。数学選択で頑張ってよかった。文字のままじゃないですか。そんなことないの。これ理解できないんだよ、文系の人たちは。ごめんなさい。理解できないんだよ、文系の人たちには。それも僕はこういうパズルとかクイズ大好きですから。でも面白かった。はい、じゃあこれはついていた数学選択が功を奏したという例でございます。やった、うん、ということで、じゃあスポーカーがダメだったらここってことですか。そう、なるほど。決戦の今日のスポーカーの結果によっては、でも先に払わなきゃいけないんだっけこれ。そうかね、もったいない、もったいない、両方買ったらもったいないです、非常に、はい、さあどうなのか、じゃあ和子さん結果にご期待ください。スポーカーあと1回、あと1回、よし。このじゃあ豪華発表動画伸びたら、伸びたら北海道にユーロの月ユーロ月だけど、月したいんだけど。いや、数学が功を奏したっていうのがもうとてつもない強運を出しましたねって感じですね。これ数学なの、日本語じゃないの。できないだからもう、だからダメだって。わかるわかるわかる、その日本語じゃないのっていう。日本語だろうけど、その論文テストの、うん、だからまあまさにその経営賞とか多分受けてる人たちは多分できたと思う、すぐ、うん、ああはいはいはいみたいなね、ねってわかんないけど、もうみんな見てみないと多分。でも普通の文系の人が受けたら多分もう真っ白だと思う、うん、もう見た瞬間真っ白な、そうそうそう、それが普通だと思うよ。じゃあラッキー、そうラッキーだったと思います。数学、あの世界史に行ってたらもしかしたら浮かばなかったかもしれないですから。世界史だったら、世界史だったら多分成立してない勉強時間。ああなるほどね、多分なるほどね。だけど何も頑張れなかった。ダメだからそんなコメント。19年も生きて何一つ頑張れなかった気がする。そんなダメだから。生きててごめん。ダメだよ。いやなんかでもやっぱり、ね、論述力はあったので頑張りたかったの。頑張れなかったけど、頑張れなかった。だからお布団ぬくぬく論文を読んだだけでも、ああまあ小論書けるなっていうのがすぐ分かるから、こっちは。お布団ぬくぬく小論文で。お布団ぬくぬく小論文で見て、まあ、数子の書いたレベルの文があるでしょ。ほとんどの人は書けない、全く。
あの、うん、あの半分のレベルも書けない。多分ね、そこがね、そう、分かんないじゃん。敵がどういうのを書いてくるか知らないから、分かんないから。で、俺はだってもう英語だけじゃなくて、いろんなの見てきたから知ってます。あんな風に書ける人はほぼいない。だからね、平さんが厳しいこと言って、ああだこうだ言って、もう、いやいや、できてるじゃないかってコメントもいろいろと来てましたけど、だから普通の人はあんな風に書けないです、そもそも。あんなに日本語をまず流暢に論理的に書くことなんかできる人なんかほぼほぼいないので。よかったですね。まあね、ちょっと変な話、うだうだしていいですか、うん、やだ、そんなやつなんかもっと頑張れればって頑張りをしたかった。何も頑張れたことがない気がしちゃう。あー、なるほどね。人生維持違う、ポジティブ、なんか多分顔出すぐらいのリスクを負えば自分が頑張れると思ったけど、なるほどね、頑張れなかった。それはね、あ、ちょっと感動のシーンでいいですか、これ。これ感動かったけど、多分そうそう、ね、地頭がね、良かったんだよ。その環境がどうだったかを多分あんま分かってなかったと思うけど、書く分で俺は分かるからさ、頭がいいか悪いかはすぐに分かるから。でも頑張っていたんだよ。頑張らなかった。頑張らなかった、そんなことないじゃん、できてたやん。いいんですか、こんな感動、感動の終わり方で。頑張りたかったけど、はい、ということで、おめでとうございましたということで、こんなエンディングでいいんですか。はい、さよなら。いいじゃん、最後涙の感想。